お願いします。はい、はい、あの乗る前に3点確認なんですけど、はい、まずお手洗い大丈夫ですか？はい、次にあのお飲み物あのしっかり持っておいて、次は OK しましょう。はい、最後にあのスマートフォン、はい、もうバッチリです。いきましょう。はい、はい、足元に置いてもいいですか？あ、なんか、隣の方がいいですか？あ、そうですね、これで大丈夫ですよ。はい、近いところが 1,2,3 と真ん中にお願いします。はーい、 OK です。はい、屋根って開けていきますか？開けましょうか。じゃあ、はい、お願いします。雨降ってきたらします。あ、はい、じゃあシートベルトしますね。はい、何回ぐらい乗られてるんですか？これで8ですね。めちゃめちゃ乗ってます。いやいやいや、まだまだ初心者ですよ。いや、私まだあのお客さんとしては1回しか来てない。あ、そうなんですか？はい。へー、じゃあ行きます。でもあれですね、研修ではもうめちゃめちゃ体調に乗りました、ね、あー、研修はどのくらいやったんですか？2ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらい。へー、はい、会社では行きましょうか。はい、じゃあまっすぐ、はい、はい、はい、あ、はい、はい、行きまーす。行きまーす。結構警察いません？いますね。皆様、熱中症対策とお気をつけくださいませ。もうなんかここ走れたら緊張感走りそうです。はい、よろしくお願いします。はい、10時44分ですので、はい、11時4分過ぎに、はい、あのさっきのところに行きます、はい、よろしくお願いします。ちょっと待ってくださってたって。ああ、そうです。はい、あ、じゃあ今お客さん乗せて帰ってきてすぐってことですか？出勤したら帰る。ああ、そうなんですか。なんかあの豪雨、はい、てかめっちゃ雨降るって予想で言ってたんで、ええ、ちょっと出勤時間全体的に遅らそうみたいな話だったんですけど、はい、結局あんま降らずに、はい、これからタイ乗ってたらムンムンです。お伝え申し上げますのは、ご当地の自民党公認候補朝日健太郎。オレンジが、いや、マスクも皆さんですね、本当に不自由、非自民党で本当に掲げますよ。もうビッグリードばっかりしたらダメですよ。で、今回ね、ウクライナの北海道出身なんですけど、はい、あ、全然違います。やっぱり僕北海道行ったことないんですよ、まだ。北海道は補助中的な感じであるんですけど、はい、本当はなかったんですよ。はい、補修自体が、ええええ、だからなんかこの蒸し暑さがなかなか、あー、へー、あ、
はい。あー、そうですね。10時ぐらいを過ぎないと、はい、道開かないで。あー、結構その前にいる方は、はい、スカイツリー方面とか、はい、なんだろうな、スカイツリーばかりシートみたいなとか、歴史巡りの方が多いです。こっち来てびっくりしたのが、はい、楽しむもんだと思ってたんですよ。はい、12時ぐらいからゆっくり浅草観光とか結構多かった、はい、あーびっくりしました。ごめんなさい、なんかガイドじゃなくて。いや、全然いいです、全然いいです。じゃあ旅行は結構行かれるんですか？そうなんだ、なんだろうな、おばあちゃん家が山梨、はい、あ、山梨、はいはいはい、大阪だったり、おばあちゃんに、はい、死が住んでたりとか、はいはいはい、転々としてて、あー、じゃあそこおじちゃんとかおじいちゃんのとこに行ってみたいな。あー、いいですね。でまだ近くだけ行ったことなくて。はいはいはい、行ってみたいんですよ。あー、先っぽこのガチャガチャ屋さんで、はい、ガチャガチャするのが趣味。ガチャちっちゃい子だというか、はい、はい、あんまガチャガチャ、はい、UFO キャッチャーとかもやらなかったんですよ。はいはいはい。で、なんか自分でお金稼げるようになって、はい、ガチャガチャにハマりました。かわいい、かわいい。え、今は学生さんとかじゃないんですか？あ、そうです。あ、じゃあ北海道から学生とし、ね、さんとして東京に、はい、はー、会社に帰りたくて、はい、来たんです。勉強したみたいな。ええー、でも勉強したいのが北海道なかったんで、はい、失礼します。人力車来たくて、はい、来たんです。すごい、この会社って結構 SNS やってるんですよ。はい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 。それ見て、ええ、なんか浅草それまで一回も行ったことない。はい、すごい、やってみてどうですか？ハマってます？はい、はい。ですよね。個人的に、はい、小学3年生ぐらいの時から落語はまり始めてて、はい、これから見える、ええええ、見たくてたまらないんですけど、まだ見たことない。あ、行ってないんですか、まだ、はい、あー、お父さんが、はい、見合わせてくれて、はい、立川志の輔さん、はい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 、ええ、体とハマりして、へえ、鑑賞してました。へえ、まだじゃあそう、寄席はまだ一回も行ったことないんです。そうですね。はあ、なんかそもそも住んでたとこがど田舎だったんで、はい、映画館もないし、はい、なんか一番近くのコンビニでも6キロあったんですよ。はい、はい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 。山降りてというか、ああ、何かでないと何もなくて、ええ、はい、自分が、はい、一番最初に見て感動した感情そのままガイドすると、はい、楽しんでくれるとか。あ、ここ一回入場料払って、はい、入ると1日で入ってられる。あ、そうなんですか。へえ、1個しかないんで、はい、落語家さんとかもみんなここから入れて入るするんで、はー、で、まあ、
ができます。ああ、なるほど。はい。そうですね。はい。剣道やってたんですけど。はい。あー、1ぐらいしかいらなかったんですそうですよね。こっち来て、はい、あー、はいはいはい、マジでなって思ってこの間ユニクロで、あー、ユニクロ買いました。私には眩しすぎるよ、すいません。眩しすぎ、はい、ここがですか。へえ。はい。めちゃめちゃ面白かったです。なんか浅草っていう感じのものももちろんあるんですけど、はい。なんか韓国系のご飯屋さんとか。へえ。ハリスナ街です。へえ。あ、食べ物屋さんがいろんな食べ物屋さんが入ってる。はい、食べ物屋さんもありましたし、あのレンタル屋さん、あの着物レンタルの。ああ。インスタ映え狙ってる女の子とか、ああ、絶対行くべきのような。ちなみにその浅草横丁の、はい、うちの方にゆらゆらっていう名前のお店があって、バッチリじゃないですか。写真撮ったりしました？あ、写真は、ありがとうございます。ゆらちゃんはインスタとかはやってないんですか？一応やってるけど、アップしてないみたいな。これなんかみんなに聞いてるんですけど、皆さん、はい、そのインスタ持ってるけどみんなあんまりやってないみたいな。忘れます。なんか最近の若者の人たちで、ええ、インスタ交換が多いんですよね。あ、DM でなんか会話することも多くて、あー、私基本無視し始めたら1ヶ月ぐらい無視するもうあの重要なこと全部見たそれが結構好きですね。花屋敷、あ、はい、ここのガイドは結構聞かれたことあります。いや、ここはまだ聞いたことないです。ちょっとぜひよかったら。あ、はい、はい、一番最初植物園だったんですよ。はい、はいはいはい、昔のこの植物園から。あー、なるほど。ちなみにパンメカ知ってますか？知らないです。よく遊園地とか多分動物園とかでもあると思うんですけど、はい、なんか100円入れて、はい、動くパンダの人が動物の乗り物ありますね。あれの
所の場所で。へえ。なんかもともと動植物だったじゃないですか。はい。で新しく遊園地を作った時に、はい、昔のやっぱ動物園とかの名残残したいねってことで、はい、パンダの乗り物を。なるほど。この今通ったところはこっち側の向こう側にまた結構可愛らしい入り口があって、そこにパンダカーの模型ってわけじゃないですか。ああ。ちっちゃくちょこんって置いてあるんで。ちなみに、はい、これなんか本当かどうかはしっかりは分かったんですけど。はい。本当はゾウカーにしようとしたらしくて、ゾウカーゾウにしようとしたらしくてちょっとでかすぎちゃったみたいで、パンダに変更したらしい。あと面白いのがもう一つあって、はい、今ジェットコースターがローラーコースターがあるんですけど、はい、はい、あれってバスエボなんですよ。ジェットコースターっていうバスエボができる前に入ってきたローラーコースターが今のローラーコースターなんですよ。このローラーコースターある日、ええ、実験しようとして、はい、それ全部解体したんですよ。はい、はい、解体を全部組み直したんですよ。はい、ただボルト1個だけ余ってしまって、はい、おかしいってことで、また全部研究し直したんですけど、はい、なんかボルト1個だけ残ってしまって、はい、今でもそのボルト1個抜けたまま、はい、動かされた。へえ。怖くない？まあ怖いっちゃ怖いですよね。恐怖なのよ。へー。ちなみにその1個だけ余ったボルト、はい、行き場のないボルトっていう名前で写真されてて、さっきちょうど見えた花屋敷の、はい、壁のところに、はい、展示されてます。あ、そうなんですか。はい、へえ。よかったら見てみて。あ、はい。ああ、たくさんあるんで。花屋敷は行かれました？あ、行ってないんですか？中身がわかんない。中身がわかんない。なんか外側もたくさん歩きました。ああ、はいはい。まだ中まで行けたことがない。ああ。でも行ってみたいですね。はい。ああ。ええ。山の中から出てきた私としては。山の中から。え、じゃあ今1年生ってことですか？1年生。ああ、太陽出てきました。出てきましたね。はい、その暑いのこう気温上がる瞬間暑いんですけど、そっからは
もうなんか慣れた。ああ。ちょっと頭バカになる。頭。なんかでもレモンって本当山奥すぎて。はい。高校の時に学校まで家から学校までだいたい30キロぐらいあって。はい。夏はチャリで帰ってました。往復60。そうです。でも帰りは暗くなっちゃうんで、結構親迎えに来てくれます。ああ。でも土日部活の日は、はい、60です。へえ。今はもう自転車乗ってないんですか。電車乗っちゃってます。ああ。今まだ自転車持ってきてなくて。ああ。買いたいんですけど。はいはいはい。なかなか。なかなか。一番初めに来た時はコロナになる前に仕事で結構来てたんですよ。あ、はい、だから2年ぐらい前に、でコロナが始まったぐらいにそこの会社辞めちゃったので全然来なくなっちゃったんですよ。今はもう SNS ですか。そうですね、結構 SNS、はい、興味がなんか編集はこれは何分ぐらいで収めるんですか。これは今日、まあ、3回撮らせてもらったんですけど、だいたい 2,30 分になると思うんですよ。で、外国の方対応にしてるから、文字を打たなきゃいけないんですね。それが時間がかかるんですよ。ああ、そうなんですか。よかったら私に任せてください。わかりました。英語大変ですよね。英語大変ですよね。僕がその英語ができないから、YouTube って日本語を打つと自動で AI がやってくれるんですよ、翻訳を。でさっきもミサさんとお話ししたんですけど、その AI が自動的にやってくれるから、それが合ってるのかどうかが分かんないんですよ、僕が。あ、はい、そうなんですよ。SNS TikTok はちょくちょくやってます。はい、推しのハロープロジェクトなんですけど、はい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 、TikTok はハロープロの映画を見てるんですけど。へえ。3分間の動画なんです。1日中使う。1日中今ご覧の通りいろんな問題があります。あ、外交でも行くのに困ります。ウクライナの問題がありますロシアの問題があります。みんなの意見聞いて、そして国民たちは、はいはい、全部うなずいちゃうんです。人民軍あれ物価が上がって人民からなかなか上がらないというような問題があります。こうした問題に私たちはしっかりと取り組んでいかなければなりません。これができるのはなんとかかんとか言っても自民党しかないんです。どうぞ皆さん自民党に引き続きのご支援ご協力を心からお願いを申し上げます。繰り返しますけども、自民党は100点満点のあるのです。どんな問題があります。
勝つところがなければ自民党は頑張るしかないんです。皆さん方のおかげで今度は選挙を勝たせていただければ安定政権ができます。そして安定政権ができれば国際的にも日本の総理のそして日本の大臣の発言力が大きくなってきます。戻ってきました。はい、日本でもこの選挙は絶対にこの重要な選挙だからこそ負けはできません。どうぞ皆さん方のゴールデンウィークを見せてください。走りたい。なんかちょっと30キロ毎日通学するぐらい行くの好きなんで、はい、ああ。しかもやっぱ田舎だから、はい、周りに通学全部田んぼとかなんですよ。ああ。田んぼ森の中、はいはいはい、山ちょっと越えるんで、もうずっと熱唱で歌って行ってたらやっぱちょくちょく農家さんがハウスの中とか聞かれてる。はいはい、ありがとうございました。ラストまで体重保たれてお願いします。はい、よいしょ。じゃあ準備しますね。はい、ありがとう。よいしょ。じゃあもう失礼します。はい、失礼します、ね。はい、熱くなかったですかね。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。じゃあゆっくりやりましょう。はい、よいしょ。はい、はい、ありがとうございました。またお願いします。